はい。こんにちは。ありがとう若干が、まあ話題としては出遅れてますけども、あの楽天ミニについてお話をしていこうと思っていて、まあもう当然ながらあの1円キャンペーンになってるっていうものの内容の詳細っていうのはもうわかってると思うんで、そこに対してはその詳しくお話しするってことはしません。とりあえずその楽天アニミットを、まあこのキャンペーン期間中に契約すると。ね。まあそのどっかから えー、入ってくるなり、新しく契約するなり、したがてに楽天ミニ、えー、小型のですね、このスマートフォンを1円で、えー、まあ、あの、与えますよ、というところだっていうかですね。まあ、あの、もともとこの楽天ミニ自体が eSIM でやっていくことになるので、まあ、契約して eSIM 契約でやるってことになるんですけど、楽天ミニ以外で eSIM でってことになってくると、今度はその、 iPhone とか、あとは Pixel かな系になってきちゃうんで、あの、多分その機種編とか、いろいろこのシムを入れ替えて使っていくってことになってくると、ちょっと不便にはなるかないうとこですかね。まあ何にしてもまあ1円でですね、で、かつ、今だとこの楽天アリミットが無料期間ですから、とりあえず最初の手数料3000かなそれを払ってしまえば1年間無料っていうことになりますから、 まあそういう中で使えるっていうふうになるのは、まあ一つ、まあ楽天を試すっていうところももちろんそうだし、まあ楽天ミニを手に入れるっていうところもそうだし、まあいろいろなメリットがあるのかなっていうふうには思いますと。で、今回のこの楽天ミニなんですけど、まあ言ったら俺はまあ巻組みでしょうね。もうソースの楽天アンリミット契約して、 やってますんで、まあ、ポイントがもらえてもね、数千ポイントもらえるぐらいで、まあ、この楽天ミニが1円だというところと比べても、運での差のですね、ものになるんだけど、でもその分が早くから、まあ、試せたりとか、いろいろやってるんで、まあ、俺は良かったかなっていうふうに思ってます。で、えっと、今回の楽天ミニ1円ですけども、まあ、あの、巷ではですね、この楽天アンリミット と、の契約ですよね。えー、先ほど言ったその1年間無料キャンペーンとかそういうのを打って、それがまあ300万人と限定という形でやったけども、それがまあなんか思うように伸びてないんじゃないかと。っていうところからの手こ入れ策で楽天ミニを1円でやるというふうなこう流れで話が組み立てられてるんですけども、もちろんそこは一定数その話ももちろんあるとは思うんだけど、 俺はもうちょっと違う見方もあるんじゃないのっていうふうに思っていてですね。まあまあ、違った見方というか違った要因もあるんじゃないのっていうふうに思っていてですね。あの、これツイッターでもちょっと言ったんですけど、あの、楽天の 5G が始まる予定なのが、まああと2ヶ月半ぐらい先からなんですよね。う 言ってしまえばこの多分楽天ミニは俺在庫処分なんじゃないのっていうふうに思っていて、ぶっちゃけこれ楽天の方でバッと作っちゃったものですよね、うん。で、今度楽天 5G 始めるんで、それまでの在庫整理、うん。2ヶ月ちょい先までの在庫整理ってとこでやってるんだろうなっていうふうに思いました。だからその楽天アンリミットの契約者数を増やすっていう巻き絵 的存在でももちろんあるんだとは思うんだけど、それよりも在庫を抱えとくのがもったいないんでっていうところなんじゃなかろうかというふうに思います。だから、普通の投げ売りなんだと思っていて言ってしまえば。うん。で、楽天があの 5G を始めるときに改めてまたそのスマートフォンのラインナップを発表するはずなんですよ。まあ、普通のか、普通のなんかキャリアの流れで言うとね。 だからその時に変な話、まあ、かっこ仮をつけてしまうし、まあ、安直なそのネーミングだけども、楽天ミニ 5G みたいなのやるんでしょっていうところです。俺の考えではね。な、もちろん 5G っていう風になった時には、今のこの楽天ミニのバッテリー容量だと若干こう心もとないんで、あの、そのまま楽天ミニが 5G に対応するってことはないと思うけど、 まあ、いわゆる楽天ミニの 5G 版みたいな位置づけ。楽天が持つすごくこうベーシックなスマートフォンで 5G 対応ですっていう。まあ、そういったものをですね、まあ、発表すると思いますから。えー、あのー、そこまでに、あの、この楽天ミニ、かっこ 4G みたいな。<laughs> これはちょっとなるべくはけときたいみたいな。 とこなんじゃなかろうかなっていうふうに思います。ああやってこの赤色をね、満をして出したりした割には、ま、あ大数的に出てないっていうことなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ああの、e シ i ムだからさ、さっきも言ったように iPhone とかピクセルぐらいしか e シ i ム対応機ないわけで、なかなか e シ i ム契約って、その、新しいもの好きな人とか、そういう人には、あの、契約してる人が結構いるのかもしれないけど、 まあ、もともとその知名度があんまりない楽天アリミットで、かつ E シムでてのそんなにやっぱその楽天ミニ自体が履けなかったんじゃないのっていうふうには思います。え、ね、え。だからその楽天アリミットの契約者数を増やす巻絵っていうよりは、単純に楽天ミニが全然売れてねえからやってんじゃねえのっていう。で、 あの、そうやって、こう、ダラダラやってる間に 5G が2ヶ月半先ぐらいに迫ってきてるから、あそれ、それまでにこの抱えてる在庫はちょっとなるべく少なくしたいというところでやってるんじゃないのかなっていうふうに俺は思ってますし、またあのー、このちょっと経ってから、同じようなね、5G 版でのキャンペーンっていうのを、 まあ、やるんじゃなかろうかというふうには思います。もちろんその、いきなり1円でっていうのはやらないと思うけど、多分なんかその、新たな楽天スマートフォン 5G 版のものとの抱き合わせキャンペーンっていうのはやるでしょうねっていうところですかね。だかそういうところで言うと、今のうちにこのアンリミットを契約しちゃうと、まあそのままプラン変更できればあれだけど、 キャンペーンとしてはその対象にならないと思うんで、単純にこの楽天ミニうーん、なんかそこら辺考えると、飛びつかなくても別に良くないっていうふうに思ったりはします。もちろんあの、モバイルルーターとして使ったりとか、結構その使い勝手の、あ例えばその、あとは自転車のナビとかね、使い勝手では色々こう、スマートに、こうち、ちっちゃいデバイスだから、色い々ろいろやろうと思えば可能性はあるんでね、 あの、悪いモのルがもちろんないんだけども、なんかあえてそれのために今契約しちゃうと、5G の時にやるであろうキャンペーンには対象外になると思うけど、それでもいいのっていうふうには思います。元から俺なんかはもうすでにアンリミットあの契約しちゃってるんで、そんなキャンペーンは対象外だと思いますけども。うん。っていうところですかね。 楽天ミニのこの1円投げ売りセールのところで思うところといえば、はい。あの、まあ、あの、1円で手に入れられる方、はい。このチャンネルの視聴者でもいらっしゃると思いますけども、そういう方たちはおめでとうございますというところ。ね。あの、今迷ってる方だと、そういうですね、5G の時にもまた別途キャンペーンをやる、えー、可能性もありますよと、 いうところなので、あの、飛びつかなくても別にいいんじゃねーっていうところでした。特に欲しくもないものだったら別に飛びつく必要はないでしょうっていうふうに思います。はい。まあ、あの、楽天ミニ自体が万人におすすめできるスマートフォンでも別にないですからね。うん、本当にあの、スマートフォンが好きな人だと欲しくなるんだと思うんだけど。はい。っていうとこですかね。はい。 なんか今回、はいっていう、これが、なんかすごく多く言ったなっていうふうに思う、俺は思うんだけども。っていうことで、また見てな。バイバイ